三鬼の彦根とはブリーチで極悪非道の性格をしている綱谷史郎時名だ。を慕っている三鬼の彦根は彼に心から忠誠を誓っていました。小説版に登場する霊王の器となっている三鬼の彦根は主人である綱谷史郎時名だに忠誠を誓っているため、自身の不甲斐なさを感じた際には潔く自害しようとする異常な考えを持っている人物となっています。最強と言われる三鬼の彦根の強さ能力は主人の綱谷史郎時名だも認めており、彼を霊王の器することを望んでいたのです。誰も信用することができない綱谷史郎時名だは自分の部下側近として三鬼の彦根を作り出していました。綱谷史郎家の当主の座を狙っていた綱谷史郎時名だは側近の三鬼の彦根を霊王にすることで自分の野望を叶えようとしていたのです。三鬼の彦根の性格ブリーチの完結後の小説としてキャンティエ PR Your OWN アールドが描かれています。キャンティエ PR Your OWN アールドという小説版に登場する霊王の器として注目を集めていたのがで三鬼の彦根です。主要キャラクターとして活躍している三鬼の彦根は敵役となっている綱八大時名だの唯一の部下側近として登場していました。最強と言われている三鬼の彦根は幼い容姿言動を披露しており中性的な雰囲気を放っています。強さ能力やアニメ声優にも注目が集まっている三鬼の彦根は邪気のない明るい性格を持っています。少年なのか少女なのか正体性別についても様々に考察されている三鬼の彦根は自分を作り出してくれた綱八大時名だを慕っており心から忠誠を誓っていたのです。戦闘において縦横無尽に辺りを駆け抜けることができる明るい性格の三鬼の彦根は綱谷史郎時名だがただ一心を許し対等な立場でいようと話している人物となっていました。他人の不幸で飯がうまいという感覚を持っている綱谷史郎時名だは人々が絶望する姿を見ることで幸せを感じることができる変態的なところがありました。壮大かつ入念な計画を準備することができる綱谷史郎時名だに忠誠を誓っている三鬼の彦根は生真面目な性格を持っているため綱谷史郎時名だに対して自分の不甲斐なさを感じた際には自害を図ろうとしていました。彼は極端な考えも持つことがある不安定な心を持っていたようです。三鬼の彦根は小説版に登場する霊王の器三鬼の彦根は小説版に登場するブリーチで女の子なのか男の子なのか性別が分かりにくい雰囲気を放っている三鬼の彦根は極悪非道な考えを持っている綱谷史郎時名だが作り出した子供となっています。冷酷で目的のためであれば妻や一族でさえも暗殺することができる綱谷史郎時名だの唯一の部下側近として登場している三鬼の彦根はキャンティエ PR Your OWNアールドという小説版に登場する霊王の器となっていました。最強と言われる強さ能力について話題となっている三鬼の彦根は綱谷史郎時名だにとっては霊王にするために作り出した子供となっています。そのため成長や性別生殖機能も必要なかったようです。アニメ声優や正体にも注目が集まっている三鬼の彦根は性別がない傲慢で横暴な綱谷史郎時名だの思想に基づいて作られた部下側近だったのです。少年や少女のような見た目の三鬼の彦根は綱谷史郎時名だに対して心から忠誠を誓っており邪気がない純粋な心を持った子供となっていました。そのため直霊王三鬼の彦根と呼んだ一族綱谷史郎時名だという対等な立場で仲良くやっていこうと綱谷史郎時名だに言われていました。三鬼の彦根の正体は霊王の器三鬼の彦根は傲慢な考えの綱八大時名だによって人工的に作られているため性別はありません。霊王の器である三鬼の彦根において成長や性別生殖機能は必要ないとみなされていたのです。霊王の器である三鬼の彦根は自身の考えを持たずただ主人である綱八大時名だに心から忠誠を誓う子供として作り上げられていました。幼い見た目の三鬼の彦根が最強と言われる強さ能力を持つことができたのは本編の最後に登場した霊王の破片や死亡したクインシー・フレミーの脳みそ大量のコンパクを材料として作られているからです。主人である綱八大時名だの側近部下として役目を全うするためには直霊王になる必要があったため
自分の意思などは持たないただ忠実に戦うことができる子供として誕生していました。死神でありながらフォロー役員シーの能力を持った三期の彦根はフォロー剣や屍魂界現世の三大の均衡を保つことができる人物でもあったのです。綱屋城、時灘、真新しい王の座に現世の空様地を据えようとしていたため、レオの器となる三期の彦根が必要だったのです。三期の彦根とグレニー、フミューのノートの関係、ブリーチの本編で登場していたユーハバッハやレオはフォロー役員師、死神などの3つの力を持った三大の均衡を保つ存在となっていました。そのため新しい世界を作ろうと考えている綱屋城、時灘にとってフォロー役員師、死神などの3つの力を持つ自分に忠実な部下が必要となっていたのです。フォロー役員師、死神などの3つの力を持つことができた三期の彦根は星十字騎士団のグレニフミューの脳を使用しています。 V のシュリフトの能力を持っていたグレニフミューは自身が想像したことであれば全て現実にしてしまう能力を持っていました。この想像の力によって自身の身体も作り出していたのです。しかしコア表で眼帯をしているサラキケンハチとの戦いで負けてしまいます。グレニー、フミューは想像するだけで敵を殺してしまったり、宇宙空間を作り出したり、何でも作り出すことができました。もともとの王だけの存在となっていたグレニー、フミューの脳を使用して作られた三期の彦根はフォロー役員師、死神などの3つの力を持つことができました。そのため、三大の均衡を保つことができる最強と言われる強さ、能力を得たのです。小説版に登場するレオーの器となっている三期の彦根は死亡してしまったグレニフミューの脳を組み込まれて作られたことで次期レオーと綱屋城、時灘から期待される存在となっていました。三期の彦根の最強といわれる強さ能力、三期の彦根の残玉刀はイコミキドモエ、ブリーチで整列が存在していない三期の彦根の最強といわれる強さ能力を紹介します。まずは女の子なのか男の子なのか見分けがつきにくい可愛い雰囲気の三期の彦根の残玉刀となっているイコミキドモエについて紹介します。成長や性別は必要ないと考えられて作られた三期の彦根は小説版に登場するレオーの器としてイコミキドモエという残玉刀を活用することができました。フォローの力を持っているイコミキドモエという残玉刀は能力が成長するため様々に変化するようになっています。そのため変化に応じて解剖も変わっていきました。腰をめぐれという解剖においてはフォローを思わせる巨大な腕の形に刀が変形しています。まるで自我を持った刀のように攻撃を放っていました。三期の彦根はその他にも変化することができたのです。早々リシルセ、送り示せという解剖ではフォローの全身を出すことができました。腕だけだった星をめぐれから成長したことで力がアップし国一つ分の軍隊並みの配下を身体から出すことができたのです。帰り滅べという会合では元のように身体が小さく戻るもののフォローの分身を召喚することができました。10波のバラガンを超越するほどのパワーやレアツを放つことができたのです。三期の彦根の牙は崩落八景、ブリーチで少女や少年のような可愛い見た目の三期の彦根は牙崩落発兵を放つ際には容姿がガラッと変わっていました。正体が小説版に登場するレオーの器であることが明らかとなった三期の彦根はイコミキドモエを取り込むことでレアツをさらにアップすることができたのです。最強といわれる強さ能力について注目が集まっている三期の彦根はイコミキドモエ崩落発兵という解剖によって不気味な姿になっていました。牙の崩落発兵を解放した際には眼球やレアツの色が黒くなります。さらに仮面を彷彿とさせる白い服装を身にまとっていました。金色の結晶のようなものが額について爪も黒く鋭くなっていました。残玉刀においては消失することはなく黒い斑点がついたバットサイズとなっています。牙の崩落発兵の際にはフォロー弾やフォローを発射する能力を持つことができました。三期の彦根の最強といわれる強さブリーチでクインシーやフォロー死神の能力を全て使用することができる三期の彦根は最強といわれる強さ能力を披露して戦っていました。小説版に登場するレオーの器として話題となっている三期の彦根は化け物級のレアツを持つことができたのです。そのため
会長プラスであってもまどか殺されてしまうような強さを持っていました。アニメ声優や正体にも注目が集まっているサンキヌヒコネは圧倒的なパワーを披露しています。イエロというゴローの力やブルートというクインシーの力を自由自在に扱うことができるサンキヌヒコネはルピの刃が放っていた王ゴローの閃光を一瞬でかき消していました。またグリム城のデスガロンにおいても一瞬で蹴散らしています。かなりの強さを持ったサラ・ボッケン8との戦いにおいても互角の戦いを長時間にわたって行える強さを持っていました。いかがでしょうか。それじゃ今回はここまで。チャンネル登録よろしくお願いします。よかったらもう一本こちらの動画を見てください。ではまた。